皆さんすんなり解けましたでしょうか。今解いていただいた問題っていうのは、普段からあることに気をつけていればすんなり解けるような問題です。ちなみに皆さん英和辞典ってお持ちですか？もし持ってないとか普段使ってないっていう方は、必ず英語学習の際に隣に置いて勉強するようにしてください。今日はそんな辞書の正しい読み方の話をします。はい、今 electricity という単語の英和辞典の項目を見てもらっています。この画面を見て本能的に electricity どういう意味だっけ、あ、電気かという思考回路が働いた人、要注意です。結論から言います。辞書は1行目から読む。辞書は1行目から読む。これ鉄則です。心理学で人の印象ってあって5秒で決まるなんて聞いたことありませんか。第一印象ってめちゃめちゃ大事なんですよ。で、これって英単語も実は一緒なんです。一行目見てください。単語の次何が書いてありますか。そう、発音記号です。これが英単語にとっての第一印象です。これがあって初めてこの単語の発音とかアクセントっていうのが分かるわけです。これから皆さんに習慣化していただきたいのは、単語を調べたら即座に発音とアクセントを確認するってことです。そして必ず実際に繰り返して発音をしてみてください。 electricity の場合は3番目のこの母音の上に右上からちょんとマークがついていると思います。これがアクセントを表しています。つまりここを一番強く読まないといけないということです。では私に続いて発音してみましょう。 electricity、 せーの。はい、これで第一印象完璧、もう忘れません。こんな感じで逐一発音アクセントの確認をしていれば、1番みたいな問題瞬殺です。 Ecology、 Astronomy、 Photographer の場合は2番目にアクセントがありますが、 Electricity の場合は3番目、ということで答えは3番です。では辞書に戻りましょう。次見てみると「は」って書いてありますが、ここで Electric という形容詞からこの Electricity が派生したんだなっていうことが分かります。その次の行、めちゃめちゃ大事です。ここで初めて品詞が名詞であることが分かります。その横 You って書いてありますが、これはこの単語は数えられない名詞、つまり不可算名詞であることを表しています。数えられないので複数形にしたりとか不定冠詞アンをつけたりすることっていうのはできないですよね。ちなみに数えられる名詞の横には See と書いてあります。ここまでの情報がしっかりと分かってから初めて意味が分かります。電気ということで、これが辞書の正しい読み方、つまり辞書は1行目から読むということです。さて皆さんにはもう1問だけ問題を解いてもらいます。ここまでの知識で十分解ける問題です。ではどうぞ。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.